皆さんこんばんは。現プロデューサーの今泉純です。広井王子です。この番組は一寸好印なエンタメ界できる2人が視聴者から募集した話題や2人が今気になっていることを語る番組です。一寸好印、ごくわずかな時間、って言えばいいよね、そうだね、そう言えばいいよね。ほんのわずかな時間、もう無駄にしてはいけないと言いましたということで、今週も一寸好印なゲストを来ていただきました。はい、川田めのアルケミストイレーネ役を演じている森山ゆりかさんです。よろしくお願いします。天才です。達人ありがとう。はい、ということで、ね、今週もね、はい、ユーザーの皆さんがいただいた質問、はい、やっていきましょう。はい、はい、ではまず どちらか下からはい、ひとふたまるまるさんからいただきました。こんなこと言いたくはないのですが、新しく上司になった人がどうも仕事できないタイプのようでした、社長から頼まれた仕事を他の人にやらせて、あたかも自分がやったように提出したり、人の話を最後まで聞かずにわからないと曖昧にしたり、私はそんな上司をリスペクトできません。それでも配慮して接しないとダメですか、とのことです。いますよね、そういう人もいるね。どうですか、なんか俺はリスペクトすべきだと思うんですよ。どうしてですか、この人は上司が自信がないから。自信がない人にバーカって言ったら切れるだけだからマジ最高っすね先輩って言っといた方がなんとかなる気がする。本音と建前ってめちゃくちゃ大事じゃないですか、社会って。みんな不安だから、とりあえず盛り上げていいんだよ。だけどこの結構早めに僕もプロデューサーとかやってたんで、結構上司って憧れるんですよね。それは、自分が部下の立場での上司に憧れるってことですか。なんか上司って欲しくない、あと女の先輩が欲しい。それはもうなんか下心だだ漏れじゃないですか。いやなんか女のお姉ちゃんみたいな感じで怒られたい。ああご兄弟男性視点じゃないですけど、なんかプロデューサーとかになるとなんかこう現場のメイクさんとかみんな年上だけど、なんかプロデューサーってなるから、なんかこう嫌だよね。先輩がいなくなっちゃったみたいな。ひろいさんがいたんすか、上司。いや、いない。もともとクラブ活動をやってた時にそういう先輩たちがそうこういうのもいたし、先輩風吹かすのが嫌いで、表でのってやっちゃうタイプだった。喧嘩系。